さんはこんばんちはです、パパセです。今日はビッツさんの補給バッテリー補給バッテリーの交換方法、社長にやっていってもらいたいと思います。お願いします。合ってるやんな、補給バッテリーやろ、うん、だから、はい、補給バッテリーもそうやけど、うん、ハイブリッドバッテリー、ほう、この車はまだ多分ないと思うんだけど、はい、ハイブリッドバッテリー交換の参考にも使える。だいたい参考だけど、ね、どうぞあれやけど、私、あ、オミディツさすが、うん、供給電源よいしょ、まあ、これははい、こっからあって持ち前にあるやん、あ、そうなん、うん、ちょっとすわ、はい、これでございます。この白いの、ここボンネット開けるレバーの真横ですね、これにさせていてください。で、はい、アクアとかプリウス C とか、はい、あの辺みんな交換してるけど、はい、ナビとか、はい、そういうのが狂ったことないわ思えへん、ハイブリッドバッテリー外してもな、コピーバッテリー外しても、はい、問題ないわ、はい、な、へえって言って、基本に、はい、まあ、こうやった方がまあ安全ですよっていう、はい、安全じゃないけどまあまあ安心、あ、向こう行った、はい、で、反対側回ってきまして、うん、これシート、リアシート、うん、おい、シートこれなんかあるん、うん、こっちにもある、ここな、お、お、あ、見えたかな、で、この位置はい、今、下で見てくれる、オッケー、ここ、これが、こんな金具見えてる、あ、ちょっとうっすら見えてるけど、あんな金具が2箇所あります。基本的に、はい、斜め上に上げて引き抜いて、はい、すんねんけど、まあこの辺は多分そんなに引っかかれへんな、うん、昔のやつはよく引っかかったけど G の、うん、シートベルトだけはい、ちょっとちょっと最後取り付けるときに、はい、まあ、入れ方ちょっと見といた方がね、はい、うん、よし、ちゃんと通さなあかんって言ってね、うん、シートカバーつけた時に多分通してないよね、そうやな、うん、思ったわ、うん、よいしょ、あんな感じで抜けます。で、取り付けの時は言おうか、取り付けの時は、うん、取り付けの時に言おう、うん、はい、たらこの座席の下にこれやな、うん、これこのピンクのカバーこれが、うん、まあ、ハイブリッドバッテリーの3本もいけるな、これ、うん、でこれやろ、シルバーのカバーの方がハイブリッドバッテリーやんな、これ、そのそっち側に助手席側に付いてる、うん、これやんな、うん、こっちがハイブリッドバッテリーで、うん、あっちが補給バッテリー、まあこれは全部一緒やから、イエス、参考でね、はい、はい、とりあえずこのカバーね、前のカバー、うん、よいしょ、このピンを外してガバッと、はい、もう今回はこっちだけです。このパイプを外すっていう。はい。とりあえずの取り付け位置を、ここはまあ見えてる、うん。まあカバーは多分3分割に、はい、こいつ外して、はい、真ん中外して、はい、これ多分取り付け場所。あ、押すねやったね。はい。押す。押す。でちょっと引っ張ったら抜けるね。抜ける。はい。これもだ、うん、うん、はい、よっしゃ、手前に引っ張る、うん、抜ける、はい、これサイドカバーが引っかかってなかったはずやねんけどね、あ、そうやね、ほんまや、はい、うん、で、ここがピンで止まってるから、この、うん、ここね、下ね、はい、こいつをだから、抜いてあげる、はい、うん、うん、まあ、全部抜かなあかんと思うわ、うん、よし、はい、うまい、黄色いピンが、うん、でこっち真ん中は止まってないからちょっとこっち外してから行くわ、うん、はい、ピンは同じ白いです、うん、うん、反対側も立ってきました。で、1個気づいて、はい、ここをカバーだけ外したら横からできるわ、あー、ここ外してパイプ外すのはそういうことね、まあ、はい、これはもうはめ込みやからパンと外してこんな感じになってる、うん、この鉄のパイプが
何箇所か止まってるから、うん、4箇所やったら、まあ、ここもかな、1、それやったらハイブリッドだな、これもいける、うん、はい、まあ、それハイブリッドの参考だけにしといてもらって、はい、そうか、うん、もう下からいけんの、うん、だからそっちの外すような勢いで、あ、それカバー、うん、後ろや見ていきましょう、はい、あ、もうここに失礼、はい、だからまあそっち外すのは間違いけど、うん、まあそういうハイブリッドバッテリーの参考に一緒にね、うん、こんな感じで隙間が空いてます、うん、はい、まずとりあえず危ないから、うん、バッテリーのマイナスを、はい、こっちから行きます、うん、とほんで、はい、これディーラー行った時になたまたまこれ変えてんの見てんやんか、うん、他の車やで、うん、どうやって変えてたと思う？珍しいやり方やな、社長が言うってことは、うん、素手素手にハイブリッドバッテリーの時ほら言ってたよ、俺は素手に変えてゴム手とか来た方がいいとか言って、うん、でまずこれマイナスな、え、ほんで答えは言ってくれてる、はい、さきちゃんにクイズ出してる感じ、え、でもそれが一番反響あった気する、はい、プラスのこいつ、うん、あのちょっとあれかもからな、ちょっとなんだろう、形式がちゃうから、なんかキャップを閉めろとか、はい、そんなのがバッテリーには書いとったけど、うん、まあ、ね、この場合はちょっと待って、うん、まあ、ここのキャップはちょっと分かれへんから、うん、さっきプラスとマイナス抜いて、はい、ショート製品で、うん、ここちょっとあれやな、カバーぐらいは外しといた方が、はい、この線が、うん、外しやすいかも分かるね、うん、これはちょっとバッテリーも他のバッテリーで説明してないけど、はい、テーパーになってないから、うん、ここはちょっと外しにくい、まっすぐなんや、そうそう、うん、上も下もまっすぐやから、うん、うん、こういう感じで見せてくれる、はい、思いつけへんね素手以外、それブブーなん、ブブーやな、ブブーやな、はい、正解か先に言ってくれな、素手はチンコで回すとか誰がそんなドリルみたいな持ってるやつおるほらやろ、それも外車式で、はい、ここ、はい、あれね、うん、うん、このスライドしてこの縁を止めてる、はい、まだ思いつけへん、わかった、はい、やっぱ電気が通るってなるってなったらこれ電気通したまんまやった、あ、供給電源つけずにやった、もう供給電源をつけずにエンジンをかけたまま、ダブルで、いやいやいや、ダブルでって書いてる、俺もびっくりしたけど、ほんで聞いてんや、うん、それ飛べへんのってオルタネーターとか、うん、せんの、うん、いや、あのリレーとか飛ぶ場合あるしとか言って、え、飛ぶ、わかんやん、飛んだら、あかん場合も、いや俺もその変えたことないから怖いから、うん、したこともないから、うん、まあ見ただけであってな、うん、で、ここを他のやつがショートせんように手で持ってんね、うん、まあ、素手で何もカバーせんとこう持ってる間に交換してたっていうな、驚きの、やだ、まあ、それでも壊れてないと思うから、それも正しいと思うね、え、でも飛ぶことあるんやろ、しかもその天下のディーラーがな、うん、じゃあまあ間違いないと思うな、はい、取れました、うんうん、これ昔のやつでこうスライドしてこう、ちょっとスライドしてスッといけんねんけど、こいつは抜かなかんねんな、抜かんとバッテリー外されへんからね、うん、これも取り外した方がいい、はい、うん、で、こうハイブリッドのやつ絶対このこいつがついてんねやから、エア抜きのこれ、はい、パイプがこれを、あ、抜くやつ、ここに差し込むっていうことかな、エア抜きプラグに多分な、なんか、うん、こんな感じのこと言っとって書いてあって、密閉タイプやからキャッチ読まへんかあかんねん、読まれへん字がな、で、この縁を利用してるから、はい、この縁、はい、な、うん、縁縁があるっていうね、はい、で、まあとりあえず、はい、こいつです、うん、これなんか分からへんけど、まあとりあえずこいつをエアノキプラグに入れるのか刺すのかっていうだけの話やから、エアノキプラグを刺してもいいかな、こいつはいらんってことやからね、うん、なんか、あ、そう、両方ついてるってことじゃん、まあ、そんなでもないか、まあ、親切なんか不親切なんかちょっと分かるけど、
このバッテリーはこうやから。そうだね、持たれへん、うん、これやったらこう、こういけるやん、引っ張られるわ、うん、おう、親切か不親切か分かれへんけどね。親切なん違う、いや持たれへんやこれ、ほら、この入れ方やりにくやろで、この隙間にしか入れへんから、はい、きっちり入れなきゃ、さっき言ってた、うん、今当たるところまでね、うん、はい、で、うん、このバッテリーの縁がこいつで抑えられるようになってるから、はい、カーペット、ここが注意や、こうか、こうやね、元へ、間違えアップって書いてた、アップって書いてる方が、はい、カバーにアップが書いてるって、うん、こっちの方が届くわ、上だよ、ほんまエンジンかけたまま、まあ供給、あの、うん、ディーラーはな、うん、最近ほらトヨタのナビってあ、言うた狂えへんやん、うん、さ言っとったな、最初の方にもな、狂えへんやんか、はい、で、設定をしないにしといたら一切記憶してるやんか、うん、で言えとる、供給電源がないらしいわ、せえへんらしいわ、だから普通のバッテリー買えるのもエンジンかけっぱなしでしたりとか、ほんであれ下っ端のやつがやついたかけど、下っ端の子が素手で端子持っとくん、端子じゃないな、まあ素手やったけどな、俺が見た時はな、軍手そらしてる人もおったんかもしらんけど、えぐいよそれ、ん怖いな、まあ素手は別に俺も素手やん、プラスとマイナスは、そうやねんけどな、ハイブリッドバッテリーも、ハイブリッドバッテリーはけえへんかったな、バチ声来てない、ちゃちゃちゃ、えアンチ来んかったな、 C の方来んかった、うんな、うん、アンチコ変化だな、ショートするとかなショート精神だったけどねあれちゃう、オレンジのやつやったからちゃう、なんかピチピチのままやっとったよ最初、あれ怒りながら抵抗か言うて、うん、ここはまあ腐食がないから、はい、車内だからね、そうそうそう、うん、腐食がないからもう、はい、もうグリスとかそういうのはやめとくわね、はい、うん、油気はなし、うん、でまず、はい、これでもこのパイプに一応保護してるけど、はい、当たらへんようにできへん、うん、当たるわ当たらへんようにはできませんでした、アンチ来るかもよ、キャップを閉めてから、はい、刺す、刺したら上がれへんからこれやりにくいな、つけてから入れた方がいいんかな、プラスはそうちゃんほんまやな、ちょっと余裕あんねやろ、せあるある、あ、ほんならそっちの方がいいんちゃう、そのためになるかどうかわからない、よっしゃ、だけどしないなぜならつけてしまったから、そうそうそう、だからここでやってる方が良かったから、うん、そういうことな、うん、ギリギリまでちょっとつけといて、うん、あ、これは奥まで入るよ、あ、ほんま、いけてる、うん、一応見せとこか、はい、見えてるのかな、入ってる入ってる入ってる、もう入った感があるもん、多分見えたと思う、まあ、いけるよ、まあ適度になってからちょっとだけ、うん、心持ち締めた方が、はい、気分的に楽やね、はい、うん、はい、うん、あ、パチッとこれでも、うん、しといて、はい、マイナスやけど、これさっきエアをつけた方がいいかなと思って、エアの時はこれなんかな、いや説明書ではこれをさせて書いてる、させて書いてるけど、うん、とりあえずまあ純正タイプで刺さるから、はい、うん、刺しとこうか、うん、これね、はい、刺しときました、これ、うん、でマイナスを、はい、ちゃんとプラスとマイナス書いてるからね、うん、どうかな、はい、ここに、うん、見えてないけど、うんうん、こいつは奥まで入りにくいんかな、うん、いいだ、うん、ちょっとあれやけど、まあ入ってると思う、はいはい、まあ、こういうグリップな、当たっても消毒せえ、プラスティックのやつですね、うん、これくっつくまでに一回確認して、はい、はい、うん、はい、うん、OK、 これで OK、 終わり、うん、とりあえずね、うん、もう
カバーも後からできるから。分かった、そういうことじゃん。ここに差しとけってことじゃん。ちゃこのエアのキー、これ密閉式やねんな。うん、だから、まあ、密閉式やな。でも あれ切りやわ。これ必要ないねん。あ、そうな、うん、でも必要あると思うで。よっしゃ、オッケー。まあカバーつけていこうか。はい、では最後カバーつけていきまーす。で、ここに日付書いたら見えへんから、はい、ここの穴からここにそんなあんの、ちょっとマジックで書くわ。横にね、書ける、うん、はい。だからまああの、うん、ワコーズのちっちゃいステッカーに交換。あれね、うん、はい。でこれ、はい、反対側もさっきつけてんけど、はい、つけにくい。で何がつけにくいかだからまずこいつを、うん、これをこの金具、この穴に、うん、これや、はい、入れんとな、はい、入れで入ってんねんけど、今度こいつが3箇所ここの溝に入る、はい、この溝で、ね、うんうん、こんな感じの溝があります、うん、入れ方のコツとしたら、まずここを入れる、先に、うん、入れる。でグッと下、グッと下に入れながら、はい、スライドする。おお、それからピンを叩いてあげる、はい。ここは向こうから何回と思う。これもまたピンが入れにくいのか。めっちゃディスるやん。このだいぶだいぶ手前に引かな入れへんねんけど、うん、引きすぎるとここが広がるから、うん、ここ入れへん。タコシャンウインナーみたいになってるけど、だからまあ思いっきり引っ張ってもええけど、うん、ここ縮めながら、うん、入れなあかんねんな。縮めながら入れへんの。これが入りにくいね。コツがいるね。コツがすごい。コツ言うてもないけどな、入ればいい、うん、はい、真ん中押す。だからまあ互い違いに入れるっていうのこう、こうみたいな。あ、抜き方と一緒やん、本来やったらな。よいしょ、見えてる？見えてる？うん、はい、オッケー、これでオッケー、はい。で、最後に言ってたコツや。まあ、ちょっとな、うん、オッケー、もう後ろから打つわな。はい、はもう、それ抜いて、はい、はい、はい、おしまいよ。よしで、はい、バッテリー液とか、この辺ついたら、うん、はい、まあ、バッテリー液は出てないんだけど、うん、軍手でやって、うん、逆でもいいしな、うん、ここ素手でやったら、まあ、バッテリーがつけへん。そうだね、うん、よし。で、入れ方のコツ、コツよりも、うん、まあ、多分チャイルドシートは入れられへんから、うん、はい、どっかこっちに出すか、はい。で、やっぱりこの、うん、ここはいいやん、これ、うん、ここに引っ掛けなきゃから、これ、うん、黒いな。だからやっぱり斜めに入れてっていう、ね、うん、でこのこいつが黒はな、こいつがどっか引っ掛けてあげろ。うん、やっぱハイブリッドのバッテリーの上やったらちょっとまずいやなせやな。これでいける。はい、よっしゃ、なるほど、うん、長いやつがいるな。はい、シートベルトの長いやつ、よいしょ、まずね、うん、で入れ切りながら、もうちょ、2つ入れへんやつだよな。考えて作ってくれたいな、うん、ゴミ入らんからいいんかもしらんけど、うん、これちょっと難儀やな。あっち側も、こっち側も、
ことをしてきた。よいしょ、okay、ここで上げたら、はい、上げる、うん、入るね、はい、上げたら入る、はい、あ、ちょっと見えるわ、こっから、うん、あ、あ、出た出た、入れへんな、あ、入れへん、ごめんなさい、今撮影できてたから多分うっすら見えてたと思うねんけど、まあ、確認できるわ、こう入れるっていう感じね、ちょっとこっち、よろしくお願いします、いけた、今入った音したね、こっちは入ってんねんけどね、うん、はい、で入ったらそんなに今、むせたそんなにくこれないんやな、これな、うん、チートベルこっちはいけるけど、こっちな、うん、こっちは入っちゃう、考えたけど、あ、でもいっか、お前よし、来た来た来た、はい、うん、オッケー、これでも決まってる、オッケー、はい、完成、とりあえずはい、エンジンかけて、うん、かかったかな、かかったかこれ分からへん、分からんね、とりあえずまあ、はい、え、今な何時かな、あ、36分、まあ時計は狂ってないから、はい、まあ、ね、供給電源でも大丈夫、はい、今ナビもいけるし、で、これが ETC カードが挿入されていません、これはお客さんが設定してないから、設定したら、なんかトラブルあった時に、なんかバッテリー外れたりとか、なんかあった時に設定しないにしたら前のままでできる、そういうこと、まあ問題、ナビとかやったら、まあ見たい時とか、うん、もう問題なく見れてるからね、うん、で、まあこれはバックのやつはこれ動けへんやつやね、このハンドルにステアリングセンサーがついてるかついてないかやから、うん、まあなしやから、はい、一応動けへんけど、うん、この動くかどうかを確認しとかな、はい、うん、オーライ、うん、もう、あ、今エンジンかけてもった、俺オイル見んの忘れとったわ、やろ、今見る、まあ、まあ、うん、まあいいか、あの途中で入れるわ、うん、分かった、そんな感じでね、なんか注意点あった、まあ注意点ないな、だからプラスの端子をスライドさし、はい、バッテリーをこう出し、ちょっと出した状態 で斜めにつけて、つけて、で掘り込んで入れる、うん、が一番楽やと思う楽ってはい、まあ今日はこんな感じでですね、ビッツさんのポキバッテリーの交換方法やってきました、よかったら皆さん、まあ、だからハイブリッドもな、うん、ハイブリッドバッテリーもう参考できるから、はい、はい、一緒にしていってもらえたらと思います、うん、お願いします、ではいいねとチャンネル登録お願いします、他の動画も見てね、バイバーイ。